こんにちは。オレサ専門税理士の渡辺浩二です。今日ですね、税務相談 Q&A、 青色事業専従者給与、パートを始めたら支給できなくなるというテーマですね、お話ししていきたいと思います。では今日の質問内容になっていきます。個人で賃貸経営をしています。事業的規模で経営をしているので、妻を専従者として青色事業専従者給与を払っています。その妻が週に1日から2日パートで働いた場合、青色事業専従者としての要件を満たさなくなってしまいますかということですね。つまりこの青色事業専従者給与を払っても大丈夫ですか、どうなんですかというような質問内容になっております。このチャンネルではですね、大家さんの税務相談の Q&A を1日1つずつですね、解説していっております。私が過去メルマガで書いていた相談内容から厳選してですね、紹介していっております。よかったらチャンネル登録、これがボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それからメルマガの登録ですね、こちらも概要欄から無料でできますので、こちらもぜひですね、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、回答の方に行きたいと思います。まずですね、そもそもなんですけれども、同一生計親族、まあ、分かりやすく言うと、まあ、同じ屋根で暮らしている、同じお財布で暮らしている家族に対して給与を払っても経費にできないというのが原則なんですよというところですね。で、例外として青色事業専従者に対してですね、支払う給与というのは経費にできますよというようなものになっております。でこの青色事業専従給与の要件なんですけれども、まあ、いろいろあるんですね。事業的規模じゃないと、ダメですよとかっていうような要件があるんですけども、その中の一つですね。その年を通じて、6月ですね、6ヶ月を超える期間、まあ、一定の場合には従事可能期間の2分の1を超える期間、事業にもっぱら従事していることというのがあるんですよ。ね、もっぱら従事していること。まあ、専従しているっていう話ですからね。つまり他に職業を有する者は原則もっぱら従事しているとは認められないですよというところになっていくわけですよ。そうするとですね、パートを始めてしまうと、このもっぱら従事していないじゃないかというところで、この要件から外れてしまうんじゃないかというふうにですね、懸念されるというところなんですよ。しかしその職業に従事する時間が短いの。その他、事業にもっぱら従事することが妨げられないと認められるものは除かれますよというようになっているわけですよ。もうちょっと具体的に言うとですね、2016年の9月30日の東京地裁の判決の事例の中に書いてあるんですけども、この例外として除かれるものですね、除かれる場合というのは、他の職業に従事する期間が短く、その事業にもっぱら従事することが妨げられないことが一見して明らかであるかどうか、実質的にその事業にもっぱら従事することが妨げられないと認められるかどうかによって判断しますよというふうに言ってるわけです。まあ、そうするとですね、このパートしてる時間っていうのがすごく短いんですよと、なので事業にですね、妨げられていないんですよということが言えるかどうかなんですね。つまり専従者として働いている時間や業務内容記録などしてですね、従事していることが妨げられないということが証明できるのであれば、たとえパートをしていたとしてもですね、専従者給与を支給することは可能じゃないかと、ところですね。つまり専従できているということを証明するためにですね、この従事した時間ですね、時間をちゃんと記録しておいてくださいねと、そうじゃないと、証明できないとダメですよというところになってきます。